はい、どうもケミです。よろしくお願いします。ということで今回もバンティラショーをやっていきましょう。ということで、はい、今回なんですけども、こちら、はい、こちらですね、うたちゃんのガチャが、まあ、なんと5月1日で終了ということで、もうこれはあからさまでしょと。はい、ということでですね、まあ、前回ね、シャンクスの時にもあったと思うんですけども、3月9日ね、サンキューっていうことで、まあ、あのね、その時にしっかりとシャンクスが復刻されてきたので、まあ、これはもう明らかにね、5月1日はい、そう、カイドウの誕生日っていうことでですね、まあ、あのカイドウを復刻するんではないかと。まあ、もうこれはもうさすがにしそうだよね。うん、まあ、なんでね、まあ、カイドウ、まあ、どっちのカイドウが来るんかなっていう話なんだけども、まあ、青カイドウもしくは、まあ、緑になってくるんですけども、まあ、皆さん的にはどっち来てほしい？はい、まあ、青、いや、緑でしょということで、まあ、緑ね、緑のこっちの神獣カイドウの方、まあ、来たらね、これも熱いと思うからね、まあ、引かれてなかった方いると思うので、まあ、この際ね、もうマジで緑カイドウ来たら、もう皆さん全スッパーしちゃってくださいと。はい、いう感じですね。うん、で、まあね、青カイドウの方もですね、まあ、これも非常にね、今の環境をしっかりとやれていけるから、なかなか強いと思います。はい、まあ、でもどっちが欲しいのって言ったら、まあ、明らかに緑だよね。だからこそ今回はですね、青カイドウを作って、頑張っていきたいと思います。それでは、行きましょう。レッツはい、それではですね、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、まあ、青カイドウね、本当に、まあ、最初はね、まあ、本当そう、皆様に助けてもらわないとこのキャラはダメなんです。そうです、それがですね、まあ、本当にね、まあ、ちょっとね、まあ、仲間に来て、おい、相変わらず青カイドウかよって言われることあるんですけど、ただし心配しないで、私は全てのお宝ゲージを貯めることによって強くなっていく、そう、こんな神獣カイドウだってやれちゃうんだぞっていうところをね、はい、もう本当に死にかけのカイドウなんですけどねはい、見て、神獣カイドウからのダメージがなんと一桁、安い、はい、っていう感じで、あなたに狙いを決めてボローブレスだということで、あ、もう完璧です、はい、もう完璧、もうこうなってしまえばもう最強一択よ。そう、もうこれで完全体になった。うん、で、あとはもうこれ、もうおでんはね、もうマジで怖くない、はいはい、桃源突が一桁って本当に、はい、安いよーし、やいってこう、よいしょ、あ、待って待って、あ、なんで逃げれんの、なんで逃げれんの、そう、おかしい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 ね、最近のバウンティーはおかしいね、本当に。さあ、ラグがラグナロクとオムロでいう、マムいっぱい、ちょっと待って、FM もう一回助けてくださいよしよしよし、はいはい、吹っ飛んでいく、あの巨体が吹っ飛んでいく、この無敵最強、あなたに狙いを決めてバローオブレスイエッよし、まあ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 、これ完璧で、ちょっとね、味方のちょっと、あのシャンクスじゃない、ちょっと心もとないんで、ちょっと早くね、あの味方のマムは、あの復活してほしいんですが、もうそうなってくれば結構ゲロ圧、うん、ゲロ圧チックになってくるんで、あ、もう、あ、緑シャンクスとか来ましたね、はいはいはい、もう、あ、ゾロとかもね、あ、もう、あ、殴ってもとかも、あ、いや、変わってない変わってない、セーフ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 、ただブースト来ると終わる可能性がめちゃめちゃ高くなってくるから、いやいやいけるいける、いや、ナイスナイスナイス、いや、ただマウン2体出てきたから、もうこれはさすがにブースト来たら無敵まず打って、はい、相手のブースト終わりにかける、あ、よし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 、さあさあさあ、あとあと半分の時間を耐えきればこのブースト OK、 ナイスナイスジャスカイ、さあボロ、まあ、こういうことだよね、こういうことなんよね。まあ、シャンクスと今、まあ、まあ何が起こったかあんまり分かんなかったですけど、まあ、とどめはやっぱりエンマゾロにブッ刺されていく、はい、まあ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 、こっちのブッ刺から、まあまあ、これはもうさすがにもうかなり優勢なんで、もう大丈夫でしょと、はい、で、まあ、マムがいっぱいいるんで、はいはい、行っちゃうよと、もう最後まで攻める姿勢忘れないよと、はい、まあまあまあ、さすがに取られないでしょう、 OK、 いける、よし、はい、それではですね、続いてもやっていきたいと思います。スリラーバーグは本当に厄
こいいねガイド。ああ、シーハタで何もできないのがこのキャラクターになってくるからね。まあ、シーハタ以外をこう貯めまくる。ああ、まあ、シーハタ、貯めるタイミングがあればしっかりと貯めていきたいんだけども、ああ、行っていこうじゃないかと。さあ、まあ、てかさ、相手のキャラクターなんかちょっと一昔前って感じしない?うん、左、まあ、うちらのチームはちょっとなんかかなり、もうなんか新キャララッシュみたいな。うん、ただちょっと向こうは一昔前っていう感じで、ちょっともう本当に試させてほしいかったなー。はい。まあなんか、エンマゾロが初期肌の裏取り今言ってるんでね。うん、まあまあ、まあみんないろいろな戦法があるよ。ある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 けども、本当にマジでちょっとそのハート早く欲しいなと。お、ナイスシャンクス、ナイスシャンクス、オーケーオーケーオーケー。さあ、でここやっと取れた。んーで、まあここも溜め切ったら私は完全体になる。そう、完全体は強いんだわさ。はい、っていうことで、ちょ待ってよ、どうしよう、まあ、することねえな。あー、まあまあタイム切って、でまあ裏はシャンクス、あ、まあまあウタちゃん、そう、来い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 、シャンク、お、来いよウタ、おいの、やる気満々やないか、はい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 、もう状態以上かからない、この私のこのステージだとあなたは敵ではない、ないです、敵ではないんです。はい、ちょ待って、いや、もう一応、あ、もうボロ負け。うん、どうしよっか。さあ、一昔前のキャラクターたちにちょっとうわうわうわうっていう感じでやられてるんですけども、また貯める旗ができましたので、さあ、ここをしっかりと貯めていきたい。あ、歌う歌になっていくけども、聞きません、私にはウータちゃんの攻撃は全く聞きません。はい、私そうです、完全体だからね。何キャラなん今日。よし、さあ、ここなんか取れそう、オーケー。さあ、じゃあここも一緒に貯めていく。そう、この地道なるこの貯める作業があるからこそ、はい、これ今試合ものすごく有利になってる。はい、んーで、あと相手蹴ったらレイリーだけですね。これは非常に敵からしたら辛いところではないでしょうか。すべてのゲージを今私は必死にちょくちょく貯めていってるんです。はい、そこは離してください、私あなたを吹っ飛ばします。はい、オッケー。んで、はい、ウタちゃん、オッケー、ワン、ツー、スリー、いけ、いや、くそ、オッケー、大事大事、打ち切ってくれた。ちょ待って、ほんまに話してほしい。へえ、はい、ワン、ツー、スリー、間に合うか、いや、ナイス、ジャスカイ取られても、これで、はい、ジャスカイ取ってくれ、ジャスカイ返し、はい、オッケー。あ、死んでった。はい、ゴドリ、これはもう青カイド。はい、てな感じですね、終了でございます、ありがとうございました。ということで、まあ、皆さん5月1日カイドウの誕生日期待して待っていこうじゃねえかということで、ライアン皆さん温存しておいてらいいと思います。はい、てなわけですね、今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあねー。